山下参考人、はいえー。本日発言の機会をいただきましてありがとうございます。ちょっと持病であと鼻声なんですが体調不良じゃないのでこのま,ま続けあお聞き苦しい点あるかと思いますが続けさせていただきます。 で私です、ね、2003年から、えー、地域のエネルギー政策、目標ですとか、えー、事業を作っていくところをお手伝いしてまいりました。で残念ながら最近です、ねあの、再生可能エネルギーのトラブルというのが出てきましたので、そちらを調べ、えー、地域の条例というのも調べております。その中で、やはり地域の脱炭素というものをポジティブに進めていく、もちろんあの環境省の資料ではです、ね、そういうことが書いてあるんですけれども、まだまだ広まっていないなと思っておりますし、再生可能エネルギー自体のイメージが 悪くなってきている中で、それをポジティブに変えていくというところをお話したいと思っております。では資料をめくりましてえ、まず背景として3点申し上げたいと思います。脱炭素化の要請は強まっているんですけれども、一方で足元ではトラブルが増え、え自治体の中でもです、ね、規制条例というものを作っているところがございます。のののの方で再例の危険例の高まりそしてて太陽光発電地域トラブルが実際増えていると 医の方で自治体の規制調和条例の分類というものをしておりますこちらは後で資料をお見せしますそういう前提条件の下でですね、地域の脱炭素化ポジティブに進めるためということで将来的な方向性としてはですね、国や地域の脱炭素化目標というのがある中で 再例に対して懸念が高まっている地域規制条例増えているというギャップを埋める必要がありまして今回の温帯法の一部改正含め総合的な支援が必要と考えておりますまた社会的に需要されるポジティブな再例事業というものを広めていくための支援が重要と考えておりますのでそちらをまた後半でご紹介いたします3ページ目からはあの資料になりますので細かくは申し上げませんが少し解説していきます 3ページ目、最大の地域トラブル、こちらは一橋大学や名古屋大学と合同で調査した結果でございまして、3、4年ごとに調査をしております。2017年にはです、ね、トラブルが発生していた、もしくは現在発生しているというところが25%でしたが、2020年調査ですと34%に増加しております。 でめくっていただいて、こういったトラブルの要因ですとか、こういうところを懸念されているということも、アンケート調査しますと、やはり太陽光に絡んだものが多いというふうに考えておりますであ。オレンジで示しておりますような景観、敷地内の雑草の管理、土砂災害、こういったものが3年前と比べて5ポイント上がっているということは、やはりそういったトラブルが起こっている、もしくは懸念されているということに広まりだと思います。めくっていただきまして、日本地図があるところをですね、 全国の地方紙も調べ、えー、含めてです、ね、新聞記事検索をして、えー、太陽光発電の反対運動が起こっていたり、トラブルになっているところをマップにしたのがこちらです。長野県や山梨県、静岡県、三重県で、えー、新聞報道に載るぐらいのトラブルが起こっているということで、実際は、えー、もう少し規模小さいものを含めたり、潜在的なトラブルというのはまだまだ多いと思っておりますトラブル要因としてては自然災害、えー、発生の懸念が最も多くなっています。 景観、生活環境、反射光等ですね、自然保護、まあ、こういったものもございます。一方で、事業規模が大きいから必ずトラブルが起こるというわけでもないということでして、きっちりされている事業者さんもいらっしゃいます、そういったところ、合意形成のプロセス、丁寧に踏まれていたり、地域への利益、ベネフィットというものをすごく真剣に考えておられるというふうに考えております。 逆にあの小さければ問題ないということでもなくてですね、小さくてもトラブルが起こるということはこれからいかに抑制していくか、予防していくかということも重要と考えております。現実では先ほど述べましたので6ページは飛ばします。続いてこういった状況の中でですね、規制が十分ではないということで、自治体の方でですね、立地の規制をしているようなものが増えておりまして。 赤丸で示している調和規制条例といったものを少なくとも145件確認できておりますまた届出をしてです、ね、話し合いをしたり指導したりという形の届出条例というものを30件ございますまたこれ以外の既存のです街、ね、づくり条例ですとか開発条例水源確保条例といったものを使いまして何とか防ごうとしているところもありまして非常に皆さん困っておられます 8ページ目に規制調和条例の中身、書いておりまして、大きく分けて4つございます、抑制禁止区域というものを設定してしまう、でここの地域には立てないようにしてくださいというパターンですね、もしくは届け出をした上えで、首長が同意する、許可するというもの、またそういったものと組み合わせて、ですね、首長と協定を結ぶ、もしくは地域住民との協定同意を結ぶといったもの。 その他適切な維持管理を求めるものですとか、トラブルが起こった場合のあっをしようというところもございます。ただ、これは非常に数少なくて、ですねまだ実例としてそういったものが使われたことはございません。そういった状況の中で、ですね地域の脱炭素化をポジティブに進めるためにということで、左側に示したように、ですね現在、大規模なトラブルというのは、顕在化しております。その下には潜在的なトラブルもございますし、まだ報道されていないものもたくさんございます。 大元大はでには、ね、制度的な課題、社会的の合意の不在というものがあると、ここをなんとかしていかなければ、結局上のトラブルは減っていかないと思っております。で真ん中、いろいろ書いてますが、今日はあはその中で抜粋したものを後ほどご説明いたします。大きく目指すところとしては、先ほどマニュア州の例もあったように、地域主導型、地域にひえするようなもの、地域としっかりと共同するもの、こういったものをまず増やしていく、そしていろいろな形で広く需要されるサイを増やしていく。 再の地球温暖化、気候変動のためにです、ね、何かを犠牲にするということではなくて、ビィーーになるような、そういったものを増やしていく必要がある、でそのための後押しの制度的にしていく、その結果、幅広い社会的行為が出てくるのが理想と考えております。えー、という点で、えー、さて申し上げたいと思います。まずは、えー、法案の中にある脱炭素化支援機構について こちらはもう、これまでの議論で出ているように、まず事業者の事業規律を高めていくために、ぜひ基準をしっかりと作っていただきたいというところ、これはもう、さまざま出てますので申し上げません。で地域非い型の事業を増やすような投資基準を策定すること、それからそういったものを地域金融機関に特に普及していただきたいということで、こちらもすでに出ている議論と重複していると思います。今日特に申し上げたいの赤字部分ですね環境影響評価 こちら、太陽光ですと40メガという非常に大きいものが対象ですけれども、自主的なガイドラインというのも環境省さんの方で作られていますので、そういったものをしっかり乗っ取っていただいて、こういう地域でしっかり作っていくというようなところ、それから、順動的管理と書いてます、アセスメントみたいなもので予測をして、ですねこういう対策をしますというのはもちろん重要なんですが、やはり事業を進めていくと、予期できないことも起こってきますし、リスクは必ずありますので、じゃあ、こういったリスクが顕在化した際には、こういう対策をする。 でこういう状況になったら、こういう対策をするとも、また起こりうることをあらかじめ作っておいてです、ね、じゃあ実際それが起こったときには、こうするという,ようなことも約束していただくと、そういったものがあると、合、え、意、ー、形成にも役立ちますので、そういったものをぜひ優遇していただいたり、評価していただくようなことがあると良いと思います。2、えー、つ目に、やはり、えー、生物多様性などと、ね、共存していくということが重要でして、どうしても今、環境対環境、生物保全と 対,応で対立するという概念になってしままっていますしかし世界を見ても、日本を見ても、ですね自然共生型で、合計すると全体がポジティブになるような、ネットポジティブという考え方で進めてのる事業もございます、それから社会でもですね共同して、社会共生というのもありますので、対立ではなくて、第三の選択肢となるようなものをぜひ優遇していただきたいと思っています。2つ目が、地方公共団体の財政的措置、その他措置についてという点でございます。 ナツタンス成功地域、すでに26カ所選ばれておりますけれども、まあ、こういったところでもすでに評価されているように、追加性のある再エ実際に再エが増えるといったもの、すでにある発電所をです、ね、電気をこちらに供給することで100%にしますということももちろんできるわけなんですが、そうではなくて、実際に再エが増えていく計画、それから2030年、2050年の街の未来をよくしていく、そういう計画を引き続き評価して、それを増やすところをぜひ、PR も含めて行っていただきたいと思っております。 2つ目ですね、再エネ促進区域設定、えー、こちらでポジティブな場所ですね、ネガティブゾーニングといわれる禁止区域が今、日本中、増えているんですけれども、ポジティブなところ、えー、ここをま優先的に立てていこうというところ、掛、えー、け声としてはもうすでにあって、えー、いろいろマニュアル等も作られているんですけれども、やはりまだ自治体、事業者等、えー、乗り切るところは非常に少ないと実感しております。まあ、そういったところにに、対して、えー、計画を作る予算等も既に、えー 計量されれていますけれどもよりインセンティブが必要で、今はトップランナーが頑張るというところに対して支援がされているわけですけれども、日本中で見ますと、やはりトップランナーがないところがたくさんあるわけでして、そういったところもやる、えー、乗り気になるようなインセンティブ、まあ、アーメントも必要だと思います、そういったところをぜひお願いしたいと思います。そしししててててリーポスとといいう支援ツールが既に公開されていま GIS、ね、機能として非常に優秀な 機能が入っているんですけれども、逆に言うとちょっと難しくてですね、なかなか使い切れないものもあるという中で、もっと快適なツールというのも、我々も研究者として開発もしておりますけれども、ぜひそういうところを支援していただき、合意形成プロセスというのは、やはり地域固有の事情ですとか、非常に複雑ですので、まあ、そういったところも何かしらあの、いろいろな合意形成の仕組みの紹介でしたり、ガイドラインといったものを作ることで支援し、またうまくいった事例の共有といったものをぜひ、えー、していただければと思います。 でこういったものが、えー、先ほど述べました、将来的な、本来的なゾーニングに、えー、効いてくると思いますので、ぜひ、えー、ここを応援もしつつ、我々も貢献していきたいと思っております。えー、3つ目に、えー、地域に需要される再エネ事業を増やすで、トラブルは抑制、えー、予防していくということで、えー、地域ひ益型、こういった事例紹介とされていますけれども、例えば、うちの県にはですね、すでにこういった事例があって、こういった、えー エネルギー源でこういうふうに合意形成を進めていきたいというものがもっとデータベース化されたり、ですね営農型太陽光発電も今やりたいと思ってもですね事例が少なかったり、えー、例えば殺つもを育てるときに30%遮光でいいのかどうかというのを各地域でですねそれぞれが独自に調べたり、専門家を自分で探して知見書というのをいただいているんですね。 そういう手間も減りますし、農業委員会等でも決めやすくなるのではないかと思っております。アメリカではです、ね、でこういった太陽光の距離化プロセスを短縮するためのウェブアプリケーションですね、ウェブ上で申し込みができて、申し込み期間が5分の1になったりしたような例もありますので、そういったものがあると、今、太陽光、すごく減ってますので、V 字回復には役立つのではないかと思っております。こちらも今まで出てますように、地方環境事務所との連携、非常に重要になってきますので、こういった点でぜひ連携していただければと思います。 3点目としては、今後の見直しに向けてということで、やはり今、ポジティブゾーニングも少し行われてきましたが、じゃあ、それが2050年の街の目標、それから国の目標と整合しているのかというと、なかなかそういうところ、少ない、ですので、えー、脱炭素、再燃目標と整合的に調整した、本来的なゾーニングというものを中長的にぜひ整備していただきたいと思っております。その中でやはり、今までリーチが開発しやすいということで、トラブルも起こってきました。 一方で農地はすごく規制が厳しいというりまして、そのあたりも含めて、全体で見直していく契機にしていただければと思っております。でこちらはまた、今まで議論出てますように、非フィット、事業というのは、やはりフィットの規制とまた変わってきますので、そういったものを含めて、事業機能を高めていくため、制度と金融機関、それからエネルギーの改定、含めてマーケットの力、双方、こうを活用していただきたいと思っております。えー、と後半は補足になります。12ページは、 参考ですすのの飛ばしましままて13ページ自然共生型の太陽光の事例となりますこれドイツ南部のモースホフというところにある事例でしてもともと高地畑作されていたところをですね太陽光を市民主導で置いてですねメガソーラーなんですけれども、えー、地域にもともとの背の低い草原に再現してですね昆虫が戻ってきたり鳥の巣箱を置いたり。 まあ、法なんかも組み合わせるることとできると思いますそういった形で、以前よりも生物多様性が豊かになる太陽光というのを作った事例で、初期から有名な自然保護団体と共同した事例になります。また、えー、写真には入れていませんが、例えばスコットランドのホワイトリーという風力発電所は、湿地帯に建てた発電所なんですが、ライチョウをです、ね、保護して、結果的に前よりもライチョウが増えたりと、そして市民のレクリエーションが増えたりといった形もございます。 次のページ、14ページは、えー、都市部の生活クラブ、成協という、成協さんがです、ね、秋田の仁科保市に建てた風車なんですけれども、えー、これをきっかけに地域課の交流ができまして、えー、地元の農産物を使ってです、ね、消費開発を行って、都市部で売ってです、ねえー、その売上全すべてはして、ね、生活3000万円ということで。 風車の売り上げの一部を寄付するというのはよくあるんですけれども、もっとポジティブな例として、こういうものが増えていくことは、こういう形成にも非常に重要ではないかと思っております。最後に、ドイツの栽培会風葬調停機関、KNE というところをご紹介します。環境省が財団を経営して資金提供して設立した組織でして、自然保護とエネルギー低下を専門に扱う組織になっています。 こちらがですね3つの部門、情報部門、相談部門、対話部門というのを当初持っておりまして、太陽光発電では、例えば地域にどういう影響が出るのかといった科学的情報を提供する、その上でトラブルが起こっているところにメディエーターといわれる仲介人を派遣して、ですね情報を整理して、ポジティブな方に持っていく提案をしていくというようなものをしています。今、自治体でこういうことを実質的にはまあ引き受けている例がありまして、第三者的なところが支援して、 これが例えば県レベルですとか地方環境事務所レベルでこういうメディエーターを派遣することができればより合意形成トラブル回避に役立つのではないかと思っております最後はまた参考で詳しく書いているので私の発表は以上いたしますありがとうございますありがとうございました次に桃井参考人からお願いいたします